プレリミナリーファイト3分3ラウンド延長はありません。1ラウンド中に3度のダウンで KO 負けとなります。若い力新鋭2人の対決、 K1 フェザー級の一戦です。赤のグローブが山本陸、青のグローブ松本春人です。さあ解説佐藤さん、はい、山本赤のグローブかなりパンチがありますよね。そうですね、山本選手パンチ前回もねいい試合の中、はい、ドローだったんですけど、はい、持ち味十分発揮しましたよね。まあただ引き分け日本には納得いっていないということで、うん、K1 の借りは K1 で返したいという話がありました、はい、さあそこにテクニックの松本、第1ラウンドが始まりました。サウスポースタイル、青のグローブが松本、赤のグローブオーソドックススタイルが山本陸。やはり山本はプレッシャーをかけていきます。松本はしっかり3ラウンド使っていきたい。まず右のフックを1つ、そして左の奪った、左のストレートが火を吹きました。落ち着いた表情を見せていますが、山本ダメージは大丈夫でしょうか。ダメージありますよ、あの距離が最初から松本選手の距離でしたね。サウスポー出る、そして飛び膝に左のストレート、ワンツー。さっきの左のクロスショートレンジだったんで見えてないですよ。ああ一瞬でしたね、はい、さらに左のミドル、右のミドルを返します。山本も落ち着いてはいるか、少しローブロー気味に、蹴りが入りました。やはりストレート上下に打ち分けていきます。山本、松本選手はテクニシャンなんですけど、ちょっと遠目からのパンチが得意で、思いっきり踏み込んで打ってくるんですよ、左のパンチ、はい、あれが予想外の距離から来るんで見にくいですよ。何かこうパンチも伸びきったところで当たっているような感じがしますね、はい、でそれがもうロングだけじゃなくてショートレンジの左ストレートも持ってるんで、はい、結構厄介ですよ ね山本選手からすると、はい、ここでローブローの最低ということで一旦試合が止まります。アマチュアエリート対決です。どちらも昨年の第12回 K1 アマチュア全日本大会のチャレンジ A クラスで優勝、その時山本は65キロリミット、松本は55キロリミットの一戦でした。おー、左ストレート、タイミング合ってますよ。前に出ていきます松本、これ松本も思いっきり入っている分勢いついてるんで、山本のカウンターが入ると一発で終わる可能性もありますよ、はい、なるほど、ローキックです。松本お互い攻撃力ある、はい、山本もう少し盛り返してきましたか。盛り返してはいないですけど、少し意識はしっかり戻ってきましたね。ダメージも徐々に抜けてはきましたね。ダメージでもありますよ、はい、あります、あります。さあ松本は蹴りで、パンチでも蹴りでも全てに僕は自信があるんですと話しました松本、まあ、それが戦いにも出てますね。そうですね、ワロキック、お互いファイトスタイルは違うんですけど、はい、でパンチがお互い強打なんですよね、お互いパンチが強い、あ強いパンチ松本、またパンチの質が2人とも違うんでしょうか。そうなんです、違いますね、松本はどっちかというと遠心力を使って拳に体重を乗せてタイプ、パンチまとめていきます山本、はい、山本は体幹で細かく硬いパンチを打ってくるタイプ、硬いパンチってやっぱり痛い。そうですね、痛い、石で殴られてるような感じですよね。ダリキック、今の三日月蹴りっぽいんで指が腹にめり込んでます。さあその三日月も見せて、松本パンチも威力十分、山本もパンチを返していきます。右のフックから左のストレート、飛び膝を見せたところで第1ラウンド終了です。第1ラウンド開始早々にダウンを奪ったのが松本でした。ただそこから山本もなんとかこらえてという展開になりました。佐藤さん、ね、この2人プレリミナリーで収まる球じゃないですね。今日上に行ける選手だと思うんで、この段階で見られるのは非常に幸運だと思いますよ。すごいレベル高いですよね。まあであれば
本当にこの一戦勝った方が上に行く戦いと言えそうですね、はい、お互いチャンピオンになったりタイトルに絡んだりする選手になると思います。その佐藤さんの言葉、松本はローキック、まあ、兄の松本陸はこのハルトのローキックで僕スパーリングで倒されたこともありますという話をしていました。それだけ強烈な蹴り、そして山本もここまで勝利はすべて KO 勝ち、3戦2勝 2KO です。ローキック山本、左のストレート、右のストレート返していきます。山本飛び膝、ここは一旦レフェリーが割って入ります。このラウンドどういうところに注目していきましょうか。あの1ラウンド目よりもほんの少しだけお互い距離が近くなりましたね。はい、だよりあのお互いの攻撃当たる位置にあるんで、まあ、どっちが先当てるかって感じですね。山本も一発がありますからね。ありますよ。佐藤さんが硬いパンチと話した山本、右のローキック、ローキックローに照準を絞るところ、左のストレートが入りました。ちょっと下がりました山本、右のフック、さあ詰めてパンチをまとめていきます。右のボディ、さらには三日月、いやー手が止まりません。初の K1 の舞台ですが本当に落ち着いた堂々とした試合を見せています。右アッパーからのローキックも忘れませんね。そうですね、なかなかあのこのエキサイティングな展開で下までつなげるというのは冷静な証拠ですよ。はい、右のアッパー受けていきます。セコンドからは兄松本陸の声も響いています。コンビネーションの形になってますね松本は。はい、まあ、バリエーション豊かですね。体重、拳に体重がこれだけ乗るとなかなか突き返らないんですけど、はい、しっかり返ってくるんで、もうあの日々こういう練習をしっかり積んでるんでしょうね。まあ、何発もミットに打ち込んで、はい、スパリングでも練習を重ねてという松本です。もうただの大振りじゃないですよ、はいはい、しっかりあの体の芯が残ってるし、次につながるパンチですから、ね、わあ左、そのパンチです。さらにもう一度左、山本もプレッシャーはかけていきます。ローキックは見せていくんですが、山本のガードの隙間からうまく入れてくるんですよ、角度を変えて、はい、左のストレート。山本はしきりにローを狙っているような感じありますが、佐藤さんどうでしょう。そうですね、下から崩していきたいって感じですかね、でも山本もいいパンチ持ってる。左利いた、よろめいた、確実にダメージが蓄積しています。パンチをまとめていきます松本、左をオーバーハンドで振る。もつれる展開の中でも冷静な松本、山本は足元がおぼつかないか。さあ左、ここで第2ラウンド終了です。期待の新鋭2人による戦い、ここまで1つダウンを奪っているのが青のグローブ松本ハルトです。さあ佐藤さん、2ラウンドも松本のペースということになりましたね。そうですね、あの松本強打が有効でしたね。山本には何が必要になってきそうでしょうか。あの山本選手このショートレンジでのパンチが強いんですけど、その距離になかなか松本選手がさせてくれないんですよね。だからやるとしたら松本のパンチを受けてもう勇気を持って前に出て返すかってことですね。はい、まあ、K1 の借りは K1 で返したいという話がありました。結構でも山本この展開は結構厳しいは厳しいですよ。はい、パンチの打ち合いになる。この山本のガードの隙間から松本がうまく入れてくるんで、はい、この右のジャブもあるじゃないですか。これ少し、ね、縦に打ってるんですよ、縦剣で。だから隙間に入りやすいんですよね。なるほど、通常のジャブよりも拳を縦にしている分、ガードの隙間から入っていくと。山本的には普段のスパーリングとかあったら食らってないはずなのに食らってしまうので戸惑ってる部分もあると思います。
左のストレート松本よく相手を見ています。さらにローキック上下の内訳3ラウンドに来ても冷静さ失いません。そこからまたハエをまで出しますからね。そうですね、戦略的な部分でもすごい非常に優れてますよ。下に意識を向けておいてのハイキック一つ見られました。山本はプレッシャーをかけていきます。右パンチが交錯する。右のジャブ今のですね縦剣、はい、ここもジャブ松本のジャブが光るワンツー。山本も前には出ていきますがローキックも効いています。奥足へのロー。さらに三日月蹴りが多彩です。さらにパンチも飛び膝からフェイントで今左のストレート。これだけ強打のパンチから下にノーつなげられるとなかなか意識できないんで効かされちゃいますね。いや本当に多彩ですね。山本からしてみたらそこからローが来るはずはないと思っててあのガードできてないんですよね。松本力も倒されたというそのローキック。パンチに蹴り全てに自信を持つ松本。山本も一発はあります。ただそこまでパンチを当てさせてくれないというのが松本です。山本を中心に回っていくプレリミナリーファイトからものすごい戦いです。サウスポーの松本からしてみると今ここの展開はまあ正解ですよね。ひらりひらりと山本全身をかわすと、はい、ちょっとここはバッティングがありました。一旦試合が止まります。まあ、パンチに蹴りそれにまあ今話があったポジションと全てにおいてレベルが高い。そうですね、レベル高いですね。それほど息も上がっていないように見えます松本。こういうブレイク後こういう中断後の、ね、再開はペースを変えるのに結構いいんですよ。左リズム変わります。山本近い距離詰めていきます。意を決して前に出ていく。右パンチはまだ死んでいません。左のフック山本もボディ効きましたね。あまたボディが効いた。さらに膝詰めていく。残り15秒です。ボディも効いている。ただ山本も K1 で悔しい思いをした。必死にパンチを返します。ただ松本のパンチが外からそしてローキック手が止まりません。松本ここで第3ラウンド終了。苦しそうな表情を最後に浮かべたのは山本でした。こちら笑顔です松本春人。最後松本も意地は見せましたがやはり松本が3ラウンドにわたって終始落ち着いてかつアグレッシブにでしたね。さあ判定です。ジャッジ豊永30対26、青松本4ポイント差松本です。30対26、青松本松本です。三者ともに30対26、松本に軍配が上がりました。第1ラウンドにはダウンを奪っての完勝です。佐藤さんどう見ましたか。いや次の試合が非常に楽しみですね。松本選手もう山本選手、まあ、もう本当に実力者だと思うのでその中のここで完勝という形を遂げたんでもう次もっと強い選手を当てれたら面白いんじゃないですかね。ラウンドの途中に佐藤さん世界も狙えるという話もありましたね。そうですね、まあ、そうですね、お互いタイトルを取るかタイトルを経験できるかっていうそこのレベルには必ず行く選手たちだと思うんで、はい、まあ、この先もお互い楽しみです。山本も最後までパンチは死んでなかったですからね。そうですね、悔しかったと思いますよ、はいはい、すごい意地みたいなのは あると思うんで、はいはい、そしてこちら勝者松本そして兄は松本陸こちらです。夢は兄弟揃っての K1 チャンピオンと選手退場話してくれました。松本春人この先がまた楽しみな選手が一人誕生しました。これでキャリア2戦2勝としました松本春人です。
勝。ナイス、ナイス、ガチナイス。